はい、ストリートピアノ移動なんかもう混んできて全然ダメだ。もうなんかね、いっぱい弾きたい人がね、もう3人いると無理ですね。もうこれは船っていうものを生まれて初めて見ました。うわ、これはすごいですね。これはね、こんな動画じゃ伝わんないですね、これね。うん。あそこにほら。何ですか、これ。あれは。宇宙人が乗ってんじゃないですか、あれも。そうそうそう。あれ宇宙人の乗り物ですよ。ねえ、やばいね、これね。もう一個の撮りたいけど、めんどくさいな。うわ、日本丸って書いてある。日本丸でいいのか。よくわかんないですかね。ということでですね。あとは何ですか、これ、あれがちょっと何ですか、これ、ああこれだって全然映らないですね。ねえ、肉眼で見ないとやっぱり、うん、いやこんなものが見れるとはね、もうすぐね、まあね、何ですかね、人生終わるかもしれないんでね、はい。しかしね、まあこんだけ人がたくさんいてもね、私誰にも会わないからね。本当にね、無人島にいるんですよ。無人島に人がいっぱい、どれだけいようがね、自分とは関係ないからね。ねえ、関係ある人はね、もういないのかな、私に関係ある人ね。なかなかいないですね。いないですね。ねえ、関係のある人ですよ。はい、ということでですね、関係のある人っていうのはどういうことなのかですね。これもまたね、量子力学でね、分析するとどうなるのかっていうね、ことでございますね。はい、移動してですね、もう一曲ずつ弾いてね、あそこにゆで太郎があるからね、ゆで太郎、昨日ラーメン食べちゃったかな。ラーメンはもう嫌だしな。うん、はい、ということでありがとうございました。すいません、失礼しました。